はいどうもポッドモス協会でございます。というわけで東海編のサブミッションの方がもう終わりましたので、メインミッション悲願彼方への思い違うかな、なんとかガンへの思い、はい、以上やります。二股では、季節外れの悲願場ね、やっぱ悲願か、根が咲き乱れて、正気を放ち、田畑は枯れ、農民たちが飢えに苦しんでおるようだ。しかしこれはあやかしの、仕業ではなかろう。このうち詳しいお勝からも知らせはない。民は心苦しいが、家康様が狙われておる時に寄り道はできぬ。ウィリアム、行くなら、勝手に出せ。わしは先に浜松へ向かうぞ。だそうです。はい、じゃあ行こう。二股よし、どれどこのとこ、はいはいはい、やることないね。じゃあ行きます。撃とるな。なんか急にバグるのか。このような真夏日和に彼岸の花とは一体この。わあ、いたやれ。そういうのやれ。強なってめっちゃ敵強なってない？めちゃくちゃ強なってんやけど。もうちょ場所が強さめっちゃ上がってる。こんな強かったっけ？俺がこんな弱かったっけ？強さ、いや敵めっちゃ強なってんやけど、やば。奥方様のご乱心、若様思えば割れたことでございましょう。バテラー来ないの。やばい、危ねえ。よし、これだから徳川の紋章じゃん。なんか盾もあるけど、やばい。一つ見るやん。めちゃめちゃ散歩してるやんけ、あいつ。自分あいつんちなのかな。一つ目小僧を狩る、切るを、昨日切ってないけど、売ったけどな。ねえ、ここ。降りるところがある。この建物入れへんのかな？入れそうな雰囲気もあるけど、めちゃくちゃ霧深くて見にくいんだよな。金鳴らせんのかな？鳴らせんのかな？これは？あ、鍵が変わってる。鍵がいいんや。目的地こっちっぽいな、マークからすると。目的地来たんかな。よくわからん動きしてたよ。ってんな。ここは？あ、一枠。それやばい。入んの怖いな。これ巡回してたやついたよね、今。バレティーだ。敵が強くなってんだよ、これ。死ななくなったもん。これ死なないんだもんの。一発で。強くなっちゃいましたね、敵さんを。いっちゃうか。半分も減らへんな、これでな。やばい、あ、危ない、殺されるぞ。離れて、強え、めっちゃ強なってる。なんで一気にここまで伸びたこいつら。うわ、なんか敵も出てきて、めっちゃ死なへんやけど。
強っ、めっちゃ強なってるし、なんかあんのかな、なんか変わったんかな、知らへんもこいつらも、今まで全然余裕やったのに、めっちゃ強なってるやん敵が、やばいな。開くんかな、鍵がここにも鍵かかってんのかよ、なんか徳川家の鍵的なやつがいるのかな。ここまで鬼が、あそこへは何者も踏み入れさせてはならない。マジですか、どこのこと言うてんやろ、これ行けへんかな、どうやって行くのこれ、ただ入っただけ、上に上がれそうにもないんやけど、なんなんここ、鍵持ってから来るんかな、こんな感じっぽいな、鍵がないと来れへんってか、そういうことっぽいね。目的地はまだ向こうの方か、結構遠いんやな、もう着くんかな思ったけど、誰に負けたのか、誰に負けたかまだ確認しよう。ああ、あいつか、こいつに殺されたんじゃ、はい、水まといのお札、誰が出る、うわ、でっけえ一発、お前にもいる、やられるかもしれんな、はい、これなんか、まあ、覇気みたいにまとってんねんけど、うわ死んだ、やっぱり一発でかなってない、あぶねえ、離れよ、とりあえずお前死ね、入った、まあいいとこ、帰っていったら反対向くっていうところね、救済措置になってるよな、いった、おい、ちょっと痛えな、一発でかい、また投げてくれてる、とりあえず角折った、めっちゃ強なってるやんけ、一瞬真っ暗だったし、バグったんかな、止まったんかな、もう上がれへんな、どっかから上がってくるんだろうな、お前何してんねん、そんなとこで、いった、当たってない、なんなんこいつ、下から撃ってきてたやついたな、あった、テラ、寺の鍵持ってきた、これで入れんのか、じゃあよしよし、これで鍵手に入れたぞ、帰れる、帰ればいい、ここもあったな、よし、これは宝箱、ただの宝箱か、え、もうよかったやろ、あんまし良さそうじゃない、よし、見に行こう、ぽよぽよ言うてる、いたいたいた、オッケー、行ってこい、え、どこ、ああ。嫌いやね、こういうやつ、よいしょ、はい、よいしょ、さあ、煙ってきた、いよいよボスかな、あー、まくなっちゃった、ダメだ、ボス戦でしょ、これどう考えても、信康、信康ね、知らん、信康、信康、おいたわしや、呼んでられへんかったわ、ここの先がもうボスでしょ、とりあえずこうやって倒してからやな、ほんなら敵が強なってっから嫌なのよな、え、なんやりや、なんかよい、半分じゃん、うん、ドンドン、やらないの、やむら、あぶねー、ジャスト回避やった、死んだ、よし、回避のためとはいえ、
なんとおいたわしい。死でも旅路、拙者もお供いたします。そうなんや。これ入ったらボスじゃない？中見えへんけど、入ったらボスでしょこれ。結構距離あるよな。入ってボスやって嫌やな。ちょっとじゃあ散策だけしておきます。よし、じゃあ快適だし、行くぞ。ボスでしょおそらく。どんなボスなの？いがんばな。鬼？鬼っぽいやつかな。泣いてる。嫁さん？親父？鬼やな。完全なる鬼やなこいつ。こいつは涙流して彼岸花ができてんじゃん。めちゃ爪長い。やっぱ鬼や。ハンニャ？お母さん。でかいな。マジか、でかない。離れろ、離れて、危ない。スタミナ、スタミナ、やばい、もらってる、もらってない、よかった、もらってない。スタミナ回復して逃げよう。よし、いけ、離れて、やばい、もらう、危ねえ、よかった、スタミナあった。よいしょ、動く、しっけ、今のとこもらってない。ちょっとスタミナ回復、戻れ、バック、よし、ほい、火吹いてる。どこまで行く？まだ来ない。結構当たり判定、そんな広くない。使おうか、当てるかもしれない。全然当たって聞いてない、全然聞いてないぞ、全然聞いてない、全然聞いてない、全然聞いてない。よい、ノーダメでいけっかな。よし、いけそう。一撃さえでかくなければいける。いけんじゃねこれ。よっしゃ、ノーダメージで初見クリアしちゃった。はははやった、ったやった。こういうタイプは俺多分得意なんやろな。この回避が結構有効なやつは。よいしょよいしょ、とこ呼ばない。よいしょ、はい、やったぜ、やった、初見撃破しちゃったわ。やるじゃない俺。やったりました。どうしてかしら、侍は皆死にたがる、忠義のため、お家のためなんて。あなたは恋人を追ってこの国に来たって聞いたわ。あれ恋人な？侍どもとは違うよね。うさぎや、これをくれんの？うさぎくれた。あいつは徳川の家を守るため、愛した妻を。彼氏やったんか、ちゃうんか。保身のため息子も切り捨てる、血も涙もない男。あいつは兄さんを殺した。あ、兄さん、徳川家の娘なんじゃん。私も家康の娘。やっぱり大名に嫁がされそうになったけど、あいつの駒に使われるのはまっぴらごめん。
家を捨て、私は忍びになった。あいつに会うんでしょ？私は先に江戸に向かうわ。あのタヌキには会いたくないの。いやす。よっしゃ。ジョクト。彼岸花は消え、消去は去った。あの妖怪も彼岸花も徳川家康への運命が生まれたのだろう。家康、家族を平気で見捨てる男、一体どんな男なのか。よし、血濡れの地獄花が解放されたと。まあ、次何これ。背負いし者が次メインミッションね。あとこれが出て、これ7つの福音。あと2つだけか。よし、というわけでなんとかやりました。初見撃破でございました。というわけでまだちょっとサブミッション終わらせたら進めたいと思います。というわけでパテポス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。